さん、お急ぎのようですね。民族大移動中、待ちませんよ。さあ、DD 新曲情報の時間です。こんにちは。遠慮なくご移動くださいね。お急ぎの方は、はい、いいですよ。大丈夫ですよ。目の前通ってもいいんですよ。はい、我々はくじけません。はい、あ、いいですね。お急ぎのようですね。お足のもね、そうですね。はい、一通り落ち着いてから進めていきましょうかね。大丈夫です、大丈夫ですよ。あの顔覚えてますよ。大丈夫ですよ。はい、二度と忘れませんよ。はい、今立ってる方、あ、そうですね。あ、そうね、ドアラさん、ユニフォーム着てる方ですね。はい、覚えてますよ。いますけどもね、いいですよね。はい、気にしませんよ。整いましたか。遠くから手を振ってくれてありがとうございます。気づいてもらいますよ。気づいてますよ。手を振りながらでも去っていくんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、さあ、というわけで DD 新得情報、このお時間は今日も魂込めてもろもろコールさせていただきます。ドラゴンズナビゲーターの長谷川匠とアシスタントはチアドラゴンズ2019セリナです。どうぞよろしくお願いします。なんか答えたら、 ありがとうございます。はい、すみません、めっちゃ声出てるね。残ってくださって、ありがたいですよね。セリナです。はい、タクゾーって言ってるの。はい、さあ、昨日ねドラゴンズね、負けはしましたけども、はい、今年のドラゴンズは違うよね。違いますね。思いません？はい、違います全然。はい、一味も二味も違うとはよく言いますが、はい、昨日ね、お越しになっていた方どれぐらいいらっしゃいますか。 ありがとうございます。皆さんの模様ドラゴンズ大合唱の後8回9回追いつきますもんね、うん、素晴らしい声援ありがとうございました。今年は違います。今日こそね、勝って、首位のチームに勝ち越しといきましょう。今日も最高の応援よろしくお願いします。お願いします。さあ、DD知得情報ね、今シーズン初の司会ということになりますね。はい、はい、なんでセリナちゃんについてちょっと伺っていきたいと思うんですけども、はい、2年目ですよね、サブリーダー。あ、びっくりした。はい、そうです、2年目です。はい、はい、どうですか、2年目。2年目、どうですかね。あ、でもなんか1年目のひまりとあやみを見ていると、自分が1年目の時を思い出します。あの喋り方とか、はい、先輩からいじられ具合とか、はい、ちょっと見てて、でも私もいじります。喋り方そんな変わった？え、わかんないんですけど、すごい1年目の時に先輩方がいじられてたんですよ。へー、あんま興味ないですよね。いや、ありますよ。今へーの言い方。いやいや、めちゃめちゃ興味ありますよね、皆さんね。はい、あやみとひまり、どんな風にいじられてたんですか？え、まつりさんとかにも、どんな感じ、どんな感じだろう。え、ちょっと自分の真似をするんですか？え、自分の真似してほしいな。え、おかしくないですか？あ、長谷川さんからしてセリナどんな感じですか？あ、なんかね、もっとポワンとしてた感じですね。あ、本当ですか？ちょっとしっかりされてるような気がしますよね。どうですか？あ、ちょっと薄い、肌が薄いです。あれ、やっぱサブリーダーというね、この肩書きがついたことによってしっかりされたんじゃないかななんて僕は思っていたりしましたよ。あ、ありがとうございます。あ、しっかりしました、ね、自分で言ったね。わかんない。そっかそっか、そういう優しさを感じたりもすると、はい、なるほど。ダンスでもね、もちろんね、はい、進化を遂げていると思うんですが、はい、今年のステージのこのダンスの中で特に私のここを見てほしいなんてもありますか？はい、私、あの技ナンバーのステージの技ナンバーでシャチホコっていう、通称シャチホコで、チアドラのメンバーの中で言われてるだけなんですけど、シャチホコ技なんですけど、あんなかっこいいビートヒットっていう技ナンバーの中でシャチホコって言われてるかな。シャチホコっていう部分私やってるんですけど、あの V ジャンプ飛んでトータッチ飛んでこっちに行ってから、あ、ちょうど長谷川さんがいらっしゃるあたりで、ほう、あの土台のこの上を足をこう上げてやっているんですけど、今年から導入された技で。あ、そうなんだ。この辺の女の子はこう、はい、土台のこんな感じ。そうです。それでここをこうついて足をこう上げるんですけど。あ、それが通称シャチホコって言われてるんだ。はい、シャチホコでめっちゃ練習しました。あ、ほんと？レッスン期間で。今俺ずいぶん土台損したね、これね。何ですか？土台損、うん、やればよかったですか？あ、まあ、いいね、いいんだけど。そんな感じか。ぜひ皆さんそこにご注目いただきたい、はい、お願いします。通称シャチホコでございます。はい、そしてこの3日間は春の龍神祭、ドアラさんの生誕25周年祭ということで、はい、昨日、おととい、まあ、どうだ、
両方とも来てた方っていらっしゃる。両方ともいらっしゃいますね。さすがですね。ってことは3連戦全部見に来てるってことね。あ、そうですね。あ、毎度のご来場ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あのその方たちは知ってると思うんですけども、はい、あのつば九郎さんとドアラさんは相当好き勝手やっとるねそうですね。でもそれで受けちゃうから ね、いいんですよね。5階の裏のところでですね、また今日もイベントを行うんですが、はい、金曜日はどこから出てきましたっけ。金曜日はあのー、座れない席のところ座れない席わかりますか。そうそう、バックスクリーンですね。バックスクリーンですね。いつも助けていただいてありがとうございます。さすがサブリーダーですね。はい、すいません。で、昨日はどこから出てきましたか。昨日はあのつば九郎さんは私の隣にいたんですけど、ドアラさんはビジョンの106ビジョンのもうビジョンのここ、わかりますか。あれ驚きましたよね。ヒヤヒヤしましたよね。昨日ね、来ていなかった方は、あ、そうなんですけど、106ビジョンの本当目の前、はい、ね、ビジョンがここだとしたらここにいたよね。はい、こんなとこだよね。豆粒でしたもんね、下から見たら。俺も放送席から見てて分かんなかったもん、ちっちゃくて、ちっちゃすぎて、うん、そうで、あの辺にお面を貼ったんだっけ。そうです。シールですかね、あれシール、シールですね、きっと。え、お面、ね、シール、シールですね。あ、シールなんだ。はい、あ、スワローズファンの方がすげえでかいこと教えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。シールなんですねなるほど。昨日は試合中ずっとつけっぱだったんですけどね。はい、そうですね、はい、つけてたって。あの試合進行の妨げになる恐れがあるということで今日は撤去されています。そうなんですかそうです。リアルに名古屋ドームのスタッフの方がね、撮ったって、そうなんですね、言ってました。つけとっきゃいいのにね。かわいいのに、はい、という意味では今日どっから出てくると思います。今日はまた、いや、まだ言ってない。ってまだ、何、まだ言ってないですよ。何あ予想されて否定されたみたいな、ね、予想する前から否定してるもんね。どうしようかなって、うん、どこだろうなっていうやつですよ ね、 ね、分かってます、すいません。あ、じゃあセリナちゃんの予想聞かせてください。私の予想はもう一回ビジョンの昨日のとこから出てきて、ほう、飛ぶだろうな、マントつける飛ぶだろうなって。あ、そうかそうか、昨日ね、そうそう、106ビジョンのとこからつば九郎さんが飛んでって書いたんですよね。そう、飛べドアラって書いてある。そしたらあれこんぐらいの段差があるんだね。はい、あるみたいです。なんか4段くらいなんかあるみたいで、結構幅があるみたいで。本当にびっくりしたよね。びっくりしました。せーのって言ってこんぐらい飛んだんですよねヒヤッとしたよ。ヒヤッてします。本当に何も聞いてねえからさ、うん、ビビるんだよね、あれね。ヒヤヒヤします。今日もね、なかなかすごいところから出てきてくれるとのことです。どうぞご期待ください、はい、さあ、それでは各種情報に参りましょうか。はい、はい、では台本に沿ってよろしくお願いします。金曜日は、はい、はい、金曜日は観客ドアラ計画でしたが、お客様にドアラになっていただき、ドアラ25周年を盛り上げていただきました。昨日、今日は名古屋ドームドアラ化計画、名古屋ドームの様々な場所をドアラ化します。はい、調子に乗っていろいろ喋ってたら結構時間がなくなってきたので、はしょりましょう。はしょりましょう。はしょりましょう。はい。あ、次行きますか。結構ないな。OK。じゃあもうゴールデンウィーク情報行きましょう。そうですね。はい、めくっていただいて、そこをお読みください。はい。はい、この連戦が終わると来週末からゴールデンウィークがいよいよ始まりますが、名古屋ドームではゴールデンウィーク7試合もありますので、どこへも行くところがない方は名古屋ドームでお待ちしております。はい、すごいご案内ですよねどこへも行くとこない方は、はい、5月3日から5日はファミリーシリーズ2019でガンダムとのコラボ企画もありますので、詳しくはドラゴンズのホームページをよろしくお願いします。はい、というわけであっという間のお時間でございました。いよいよこの後チアドラゴンズ2019の登場となります。引き続き D ステージでお楽しみください。さあ、それでは今日もね、心を一つに締めてまいりましょう。はい、今年のスローガン覚えてますね。はい、何ですか。あの、昇竜復活 with ブルーですね。 OKOK、はい、はい、ここからのコー、ぜひ皆さん一緒にどうぞ。ではまいりましょう。昇竜復活 with ブルー、ありがとうございました。今日も勝ちましょう。